手相棒として活動していく上で、大切にしていることっていうのは、何ですか。うん、まあ、あの、ラブンドピースですね、うん。あの。人の互いの、あの、違うところを認め合って。認め合うっていうことですね。音楽でこだわっている点というのは、手相棒として、えー。不協和音を使うのが好きなので。 そういったものをあの上手に取り入れてやってやりたいと思ってますね。具体的に不協和音というとどんなところですか？もういろんなやり方不協和音とは言わないかもしれないですけど、例えばそのま例えばギター1本にしてもそのチューニングを変えてみるいろんなチューニングでやってみる。